胎内市にある樽ヶ橋遊園。樽ヶ橋遊園の人気者アルパカたちです。今は毛がもふもふとした状態ですが、これから年に一度の毛刈りを行います。ふわふわな毛が特徴のアルパカですが、もともと南米の高原地帯に生息していたことから、寒さに強いものの暑さは苦手。暑いですか？そのため施設ではアルパカの熱中症を防ぐため、毎年この時期に毛刈りを実施。今日は山越アルパカ牧場のスタッフが3頭のアルパカの毛を刈りました。先陣を切って毛刈りに臨んだのは最年長の嵐。夏に向けての衣替えの様子を他のアルパカもじっと見つめます。貴重な毛刈りシーンを見た来園者は、なかなか、はい、ゆっくりと見る機会がないので良かったです。足がちょこっと残ってて夏に向けて可愛いですね。3頭合わせておよそ6キロの毛をカットすると、アルパカたちはさっぱりとした装いに大変身。夏に向けた準備が整いました。さっぱりした感じも手触りとかが全然違うので、もし触れたら触って、その違いを楽しんでいただきたいかなと思います。